スピアフィッシュ。スピアフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。サーゴ級潜水艦の一隻。艦名は、全長2メートルと、カジキ最小種で、噴も短い風イカジキ属4種の総称にちなんで命名された。スピアフィッシュは1937年9月9日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1938年10月29日に、 ローレンス・ワイ・スピア夫人によって、命名、浸水し、1939年7月17日に、艦長、C.E. ートールマン・ジュニア少佐の指揮下収益する。スピアフィッシュは、ニューロンドン沖で、海上講美を行い、続いて8月21日から10月3日まで、グアンタナモアン海域での成長巡航を行った。 その後11月1日から1940年2月2日まで、メイジュキタリーのポーツマス海軍造船所でオーバーホールが行われた。スピアフィッシュは2月10日に西海岸に向けて出港した。3月6日から4月1日までサンディエゴ訓練海域で訓練を行った後、スピアフィッシュは真珠湾へ向かった。スピアフィッシュはハワイと 西海岸の間での作戦活動を続け、1941年10月23日に真珠湾を出港、マニラに向かった。マニラでは11月8日から訓練活動を開始した。12月8日、日本軍による真珠湾攻撃が行われた。スピアフィッシュは艦長、ローランドカイ・プライス少佐、アナポリス1927年組の指揮下、最初の紹介で、 南シナ海及びインドシナ半島方面に向かった。スピアフィッシュは、仏通領インドシナのサイゴン、カムラン湾、ボルネオ島のタラカン及びバリックパパン方面を紹介した。12月20日、スピアフィッシュは日本軍の潜水艦と遭遇して水中で撃を行い、4本の魚雷を発射したが、全弾が外れた。1942年1月24日、 日本軍がバリクパパンに上陸し、スピアフィッシュは輸送船団の迎撃を命じられたが、戦果はなかった。1月29日、スピアフィッシュは51日間の行動を終えて、ジャワ島スラバヤに帰島した。2月7日、スピアフィッシュは2回目の紹介で、ジャワ海及びフローレス海に向かった。2月25日、スピアフィッシュはの地点で、2隻のアタゴ型従順洋艦を、 含む艦隊に対して、来撃を行ったものの成功なかった。3月2日、スピアフィッシュは、ジャワ島に帰港。艦長が、ジェームズ・シー・デンプシー少佐、アナポリス1931年組に変わった。スピアフィッシュは、潜水部隊司令部のスタッフ12名を上官させると、彼らをオーストラリアへ送り届ける任務に就いた。3月5日、スピアフィッシュは27日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰投した。3月27日、スピアフィッシュは3回目の紹介でコレヒドール島、スールー海及びリンガエワンに向かった。4月17日、スピアフィッシュはの地点で約4000トンの貨物船の撃沈を報告。4月25日にはの地点で陸軍輸送船とバマル、日本郵船6995トンを発見し、 発射した2本の魚雷のうち1本が命中。ひかみなりした、バマ丸は沈没を避けるため、軽巡洋艦基礎に栄光されて、サンフェルナンド近郊の海岸に格座し、1ヶ月後に付与して、修理のためキールン港まで栄光されたものの、損傷の度合いが大きいためキールン港で長く、経流されることとなった。5月3日夜、スピアフィッシュはマニラ湾に入り、コレヒドール島から、 フリーマントルへ撤退する27名を上官させ、その中には海軍看護賞及びを受賞したも含まれた。スピアフィッシュは包囲された要塞が降伏する前に入港した最後のアメリカ軍潜水艦となった。5月20日、スピアフィッシュは54日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。6月26日、スピアフィッシュは4回目の紹介で南シナ海に向かった。 7月26日、スピアフィッシュはの地点で5300トン級貨物船に対して2度にわたり攻撃を行う。続く7月27日にはあのインドシナ半島沖で特設潜水母管理用デジャネロ丸大阪商船9627トンを発見。三元艦首に巨雷一本を命中させて撃破した。8月17日、 スピアフィッシュは52日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。9月8日、スピアフィッシュは5回目の紹介でルソン島方面に向かった。ロンボク海峡、マカスサル海峡を抜けてスール海に入り、ルソン島西部の紹介海域に到着した。この紹介では9月24日と10月9日、10月24日に 攻撃を行い、3000トン級不設艦を撃沈して7000トン級貨物船を撃破したことが報告された。紹介終了後、スピアフィッシュはブリスベンに向かうよう指示された。11月11日、スピアフィッシュは64日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。12月2日、スピアフィッシュは6回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。スピアフィッシュは、 トラック諸島とラバウル、カビエンカンの交通路を紹介。しかし、多数の接触は得たものの距離が遠かったりして、ほとんど攻撃できなかった。1943年1月13日に、紹介海域を後にして、新珠湾に向かったが、1月19日、スピアフィッシュアのマキン近海を先行中、水上偵察機の爆撃を受け、60キロ、対戦爆弾2発を投下。 直撃は免れたものの主電動機とトイレが損傷した。その一方、以前から収まり具合が良くなかった排気管の弁が爆撃の振動で正しい位置に収まった。1月25日、スピアフィッシュは55日間の行動を終えて真珠湾に帰島。スピアフィッシュはオアフ島からメアアイランド海軍造船所に向かい、 2月3日から5月13日まで後半囲オーバーホールが行われた。オーバーホール中に艦長がジョージ・エイ・シャープ少佐アナポリス1929年組に変わった。作業が終わるとスピア・フィッシュは5月26日に新珠湾へ戻った。5月26日スピア・フィッシュは7回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。7月12日 スピアフィッシュはエニウェト区間省近海で駆逐艦航風と交戦し、発射した3本の魚雷が命中しなかったにもかかわらず、航風は損傷を報じた。この紹介では他にエニウェト区間省の写真偵察を行い、続いて南鳥島の付近を紹介した。航風との交戦以外の攻撃は、6月20日には空母に対して、 6月28日には貨物船に対してそれぞれ魚雷を発射したものの、どちらの攻撃も成功しなかった。8月1日、スピアフィッシュは57日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がジョゼフ・ W ・ウィリアムズ・ジュニア少佐、アナポリス1933年組に変わった。8月25日、スピアフィッシュは8回目の紹介で、日本近海に向かった。 スピアフィッシュは、文後水道南方で、輸送航路を探索した。9月10日から11日にかけての夜、スピアフィッシュはの地点で、パラオに向かう8隻の貨物船と護衛の駆逐艦、春風及び特設総海底第6玉丸、西太陽漁業、275トンからなる、おレ0ーレー8船団を発見。スピアフィッシュは4隻の輸送船に魚雷を発射し、陸軍輸送船津山丸、 日本優先、6962トンを撃破した。その後1日中爆雷攻撃を受けたものの、結局護衛艦の攻撃を回避した。9月17日から18日にかけての夜にも、スピアフィッシュアの地点で、7隻の輸送船及び、護衛艦からなる、を608船団に対して攻撃を行い、護衛の水雷艇詐欺に、魚雷二本を命中させたと判断されたが、不だった。 また、他に2隻を撃沈したとされた。10月12日、スピアフィッシュは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。11月7日、スピアフィッシュは9回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。スピアフィッシュは、ガルバニック作戦に協力し、11月18日から12月13日までの間、上陸進行に備えて、ジャルート干渉。 ウォッチ干渉及び、クエゼリン干渉に対する写真偵察を行った。また、12月5日及び6日には、クエゼリン干渉とウォッチ干渉に対する空襲部隊、支援、マーヤル諸島沖航空船のための救助艦任務を行った。12月19日、スピアフィッシュは41日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。1944年1月17日、 スピアフィッシュは10回目の紹介で台湾、ルソン海峡方面に向かった。1月30日、スピアフィッシュはの地点で2隻の商船及び3隻の護衛艦からなる船団を発見し、2度の来撃を行って特設運送船玉島丸 E の海運3560トンを撃沈し、他に護衛艦1隻にも打撃を与えたと判断された。2月10日夜には、 高尾郊外で4隻の輸送船と、その後栄艦からなる輸送船団にして、浮上攻撃を行い、特設運送船辰一丸、辰巻船6345トンを、撃破、別の輸送船を撃沈したと判断された。翌日にも高尾郊外で11隻の船団に、攻撃を行い、貨物船に損傷を与えたと判断された。2月12日、 スピアフィッシュはの東佐諸島近海で、またもや輸送船団を発見。攻撃により、貨物船一隻を撃破したと判断されたが、攻撃を受けた、火脚船六甲丸、東は海運、3038トンは、魚雷を発見して回避し、護衛の水雷艇発狩りが、爆雷攻撃を行った。2月29日、スピアフィッシュは43日間の行動を終えて、 真珠湾に寄港した。3月31日、スピアフィッシュは11回目の紹介で、東、シナ海及び南西諸島方面に向かった。5月5日、スピアフィッシュはの男女群島近海で、タモ18戦団を発見。追跡を開始し、翌6日未明に攻撃。戦団中の護衛艦が制圧に向かったが、その直後に輸送船とよ裏まる、日本優先。 2510トンが雷撃を受けた。最初に発見した魚雷は回避したが、続く2本の魚雷が命中し沈没。続く攻撃で急テカンマミヤを撃破した。5月27日、スピアフィッシュは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。続いて、本国西海岸で範囲オーバーホールを受ける。6月6日から10月3日まで、 メアアイランド海軍造船所で作業を受けた後、10月10日に、新珠湾に戻り1ヶ月間の訓練演習を行った。艦長がサイウスシーコール調査、アナポリス1935年組に変わった。11月12日、スピアフィッシュは12回目の紹介で、日本近海に向かった。紹介の前半、スピアフィッシュは、伊王島及び南鳥島に対する写真。 偵察調査を行い、後半は南方諸島海域で救助艦任務及び攻撃紹介を行った。11月28日、スピアフィッシュは洋島近海で上空を飛行中の B-24 を誤って攻撃した。12月19日には墜落した B-29 のクルー7名を救助した。百四十五年一月十一日、スピアフィッシュはの地点で 漂流中の渡し船スセマルを発見した。スセマルは22相トンのエンジン付き木造渡し船で1944年12月1日、渋市湾内を内野浦港へ航海中にエンジンが故障して太平洋上へ流されていた。2時間の単行程の予定であったが、不幸中の幸いにも正月用の特配物資を運搬中だったため、多少は食料が積まれていた。 乗客22人と船員4人が乗船していたうち、2人が衰弱死し、12月29日にアメリカ軍飛行艇の機銃装射で14人が死亡したため、遭遇当時の生存者は10人となっていた。1月11日にアメリカ軍哨戒機が再び同船を発見し、生存者がいるらしいとスピアフィッシュに連絡した。 スセマルを発見したスピアフィッシュは無人戦と判断して攻撃したが途中で生存者に気づいたスピアフィッシュは救助を始めたが超音により日本の対戦艦艇が接近していると誤認し3人を捕虜として収容した時点で救助を打ち切りスセマルを漢方により撃沈した収容した3人のうち1人は数日後に自殺を図って重傷を負ったため モルヒネ注射で安楽死させた。1月24日、スピアフィッシュは64日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。これが、スピアフィッシュの最後の紹介となった。スピアフィッシュは、その後、8月18日まで訓練艦として使用された後、8月19日に西海岸に向けて出港、8月27日にメアアイランドに到着した。 9月7日に検査局は、スピアフィッシュの早期の退役と廃棄を勧告した。スピアフィッシュは爆破試験に使用されるため不活性化の上保管されることが決定したが、その爆破試験は取り消された。スピアフィッシュは1946年6月22日に、ウェアアイランドで退役し、1946年7月19日に、除籍、その後カリフォルニア州オークランドのラーナー社に、 スクラップとして客され、1947年10月に廃棄された。スピアフィッシュは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。